この質問に誰も答えれないんだよ。お金を稼ぐっていうことがどういうものなのかっていうのも分からなかったし、うん、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。 じゃあそれはじゃあそのプライオリティで言うと何なんだろう。そのお金があれば叶うものでもありますよね、もちろん。っていうことはじゃあお金が二十歳の時っていうのはまずそれを掴むっていうのが、そもそもさ二十歳の時って何をやるにもお金がなさすぎて、そうですよね、うんうん、だから大体自分がやりたいこと欲しいもの、これ夢じゃないんだよ、うん、欲しいものなんだよ、うんうんうん、あ夢っていうと大げさすぎて、なるほどなるほど、言ったら欲しいものリストじゃん、はいはい、お買い物リストなんだよ、はいはい、欲しいものリストを叶うだけでもこれだけのお金かかるんだっていうことを自分のまず認識してんのって話。なるほどなるほど。例えばさ若い子たちとね話するときに、君は一体月いくらもらってんの、うん、いくらもらいたいの、だいたい月に100万ぐらいあったら生活ができて、ごめんって、月100万ってことは年収1200万だよねって、1200万で買えるものって何が買いたいの、まあ、自分の家が欲しくて、いくらの、どこに、いつまで、でこの質問に誰も答えれないんだよ。うん、で言われて初めてって、うん、そこじゃないからって、そもそもなんで年収100万、年収1200万、月100万ぐらいあったらって言ってんのって、うん、そこに根拠がない。うん、だから要は本気で目指してないからなんですね。漠然なんだよ、イメージが漠然すぎて、その漠然な数字しか出てこない、うんうん、そうじゃない、欲しいものリストを書き上げたら自分がどれぐらいのお金が必要でっていうのがまず明確に見えてくる、うん、どれぐらいのお金が必要かっていうのが見えてきたら、年にどれぐらい稼がなきゃいけないかっていうのが今度見えてくる、うんうん、で年にどれぐらい稼がなきゃいけないかっていうのが見えてきたら、月にどれぐらい稼がなきゃいけないかっていうのが見えてくるっていう逆算なんだよ全部、うんうん、それやったかって話なんだよ、うんうん、そうですね、それもやらずに、月100万ぐらいあったらっていう、うん、その漠然としたその感覚は何なんて、そうですよね、それを具体的に目指してないのに手にすることなんて手伸ばしても掴めるわけがないですもんね、無理、うん、逆に今度は30代の時はどう変わっていったんですか、そのプライオリティが。30に入った時ぐらいはちょうどいろんな事業をかなりやり始めてた時だったから、28ぐらいからいろんなことやり始めて、でいろんな利益が上がるようになってきたタイミングだったから、その時にはまず海外移住を考えたのと、どうやったら海外に住みながら自分は利益を出すことができるんだろうっていう、じゃあ生活の、まあ、ライフスタイルみたいなのに目がいったってことですね。それまではすごくお金を稼ぐっていうことがどういうものなのかっていうのも分からなかったし、うん、とにかくいろんな人に会って勉強させてもらって、でいろんな人と出会っていろんな仕事を始めてっていう流れがあったんだけど、うん、30になったぐらいのタイミングでもっとこういうことできるのかなっていう欲と、うんうん、それとは別に自分のライフスタイルってどういうふうに組み上げていけばいいんだろうっていうところの狭間で常にバランスをとってやろうと思ってるんだけど、ライフスタイルよりもとにかくそのクリエイトするっていうか作り上げる仕事の方が楽しすぎて、忙しくても構わないっていう自分がいたんで、だから別に休みなんかなくてもいいし、まあ、もちろん芸能の仕事はしてるし、ステージの仕事も音楽も作ってはいるんだけど、それ以外のところでの仕事も楽しいから、うん、本当に寝る間を惜しんでっていうのはそういうことだったんだろうなと思うぐらい、休みなくとにかく時間があったら必要な人と会ってどうやったらうまくいくかっていうのをアドバイスをもらいに行く、情報を拾いに行くっていうこと、行為に時間をかけて、あ、じゃあ自分のいろんな新しい違う挑戦だったり可能性を切り開くっていうところに30代を、であとは趣味も
ポッと見つけたものが面白いとハマるから、うん、すっごいハマりますよね。そうだからそこにも没頭して、それが終わったらまた必要な人と会ってっていうことを繰り返してるから寝る時間なんかなくなって、うんうん、でもそれを軽減して40を迎えた時に、もちろんお金はある程度増えたんだけど、うん、思い出がないっていうことに今度自分は気づいて、それ40になる手前か、38の時かな、うん、2012年、8年前かな、今から、うん、で、いろんなことが重なって、最初は僕は新潟に引っ越そうって思ってたんだけど、うん、もっと自分の時間を作ろう、もっとなんか自分の趣味に没頭できる時間を増やそう、その時には僕はスノボにハマってたから、うん、新潟に引っ越して、もうとにかく新潟から東京にヘリで通えばいいかぐらいの感覚で冬になったら一切仕事をしないで雪山でボード滑って、うん、で夏春の間はここから東京に通えばいいかなとかっていうような感覚でいたんだけれども、うん、でも現実的なそのうちの、まあ、当時の事務所のスケジュールの組み上げ方とかを見ているととてもじゃないけど、新潟に行ってじゃあ僕は東京に、まあ、来るとして、うん、じゃあ僕何日東京に滞在しなきゃいけないかっていう話をすると、はい、合わないっていうか、うん、無理が生まれてきて、これ結局東京にステイしてくれみたいなことになるなっていう想像ができたんだよ、はい、想像してしまったんだよ、うん、でこれは本当にそうせざるを得ない環境を作んないとダメだなって思って、うん、うちの会社の人間に海外引っ越すっていう話をした時に、はいってやっぱなるわけじゃん。はい、なりますね。仕事どうするんですか、うん、1ヶ月に1週間だけ帰ってくる、そこで組み上げろって、はいってやっぱなるよねそうですよね。最初無理ですって言われるんだよ、うん、いや無理ですじゃなくて引っ越すから、うん、そうせざるを得ない、そうするしかないんだ、うん、お前はみたいなお前たちはそうやって組み上げるしかない、だからいらない仕事、不必要な仕事は入れるな、うん、どうしても必要な仕事だけ入れろ、で1週間で終わるようにしろ、うん、っていう、それは別に例えば病んでてもう東京が嫌だとかそういうんではなくて、違う、もうすごいポジティブなこう新たなライフスタイルというかっていうか、なんていうかな、僕がやらないと、うん、やらないんだこいつらってなるほどなるほど、って思ったね、パワープレイですねそう、要は前から言ってたんだよ、うん、もっと一日にあの無駄な、僕にとっては僕は隙間だと思ってるんだけど、うん、彼らは隙間じゃないんだよ、うんうんうん、でそこは必要ない埋めろって言うんだけど、うんうん、やっぱり隙間が空くんだよ一、うん、日の中で、うん、そこの時間僕はもったいない、うん、僕はそれをその隙間があって1ヶ月間仕事がバーッとあるのと、でこれでどれぐらいの利益出してんのっていう話になった時に、この利益は仕事を選んで1ヶ月でやっても同じ利益出せるんじゃないかっていう話はしてたんだけど、最初はそれを彼らはできないっていう言葉を出したんだよね、無理だって。でも僕はできると思ってたから、これは問答でできるできないの話をするよりもさせる環境を作りゃいいんだって思ったから、うん、じゃあ海外行くわなるほど。でそのタイミングでその彼らに対して課題も出すよ、うん、僕が海外に行く、あと海外の事業も進める、今後僕についていきたいと思う人間は、僕はそれまでこの10年間の間に、うん、僕は海外展開もずっと考えてやってきてるから、うん、英語中国語ぐらい話せるようにならないとうちでやっていくのは無理だぜっていう話は常にしてた、うん、なるほど。ところが誰もやらないんだやっぱり、うん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 、その時にやっぱ思ったのは、こいつらってやっぱりその環境にならないとやらないんだなって思ったから、うんうんうん、僕は海外に行くタイミングで海外に引っ越すよって、で英語の話せないスタッフはうちいらない、うんって言ってもやらないやつもいっぱいいたんだよ。そんなもんなんだよ人って。なるほどなるほど。で僕が例えば何かの
の仕事で海外に行くときにうちのスタッフつけましょうかって言われるんだよ、うん、僕必ずその時聞くんだけどね、嫌味に聞こえると思うんだけど、お前英語話せるか、うん、お前僕のケアできるか、じゃあ海外に行ったときに僕の代わりに全部講師やってくれるか、できない、うん、僕はお前のマネージャーじゃない、うん、僕の仕事を一つ増やすのやめてくれ、うんうんうん、だったら僕が一人で行った方がまだ楽、うん、そうですね、守る必要もないですしね、そう、なんかあった時にって思った時に彼らからすると自分は必要とされてないんだってなるじゃない、うん、そうですね、うん、でも戦力外通告みたいな、僕はお前が必要、お前を必要としてないんではなくて、お前が必要とされる欲求を満たしてない、うんうん、僕の欲求を満たしてないんだよ、うん、これだけ散々言ってきたのに、うん、やってないのはお前じゃないのっていうところを何回も何回も見せて、それでやった人間とやらなかった人間がいて、やらなかった人間はみんなやめてった。なるほど、じゃあマレーシアのタイミング、引っ越したタイミング結構ガラッと入れ替わったんですね。入れ替わった。なるほど。でもなんかこうマレーシアに行くと、もうその仕事のスタイルも、まあ、それもそも生活スタイル、生き方とか変わるじゃないですか、うん、でちょうど次の質問にあったんですけど、日本でいわゆるまあ学歴社会と言われているコース、まあ、僕もそうだったんですけど、その義務教育を経て、うん、まあ、大学行って、はい、で散々受験勉強とかもろもろ経て、うん、最後用意されていたのが就職活動だった時、僕結構衝撃を受けたんですよ、うん、そのこんだけ何回もこの試験でふるいにかけてどうのこうので、こんだけ一応もう言われること全部やりましたよ、で最後しれっと大学3年生か4年生の時に、はい就職活動の時期ですっていう、なんかあれだけのなんか20年ぐらいのいわゆる社会が用意したコースを全部こなしてとクリアしていって、で最終的にサラリーマンとしての就職先を選ぶみたいな、まあ、一部その医者になる動向っていうのはまあありますけど、ほとんどの人っていうのは就職先を選ばされるわけですよ。でも本当はその就職先よりももっと先に生き方を選ぶ方がよっぽど重要じゃないですか。でも今の教育の中では生き方を選べるような教育はしないじゃないですか。どういう生き方をしたいとか、うん、なんか僕なんか結構怖いなと思ったんですね。洗脳じゃないですけど、うん、就職先を選ぶようなそのコースに最終的にも誘導されてて、うん、っていうのがもう全ての義務教育でそうなってるっていう、生き方を選ぶ方が本当は重要なはずなのにって、うん、でそういったものに対して学さんどう思われますか。こう、そもそも親が学校に行かせたい理由は何なのっていうところにまず質問があるんだけど、でも義務教育に関しては義務ですよね、通わせることが、うん、その後は高校大学、高校大学、そうですね。だからもうそこはだから学歴社会っていうところでの、そうしないと大変なことになるんじゃないか、仕事が見つからないんじゃないかみたいな、うん、同調圧力みたいなのがありますよね。大学行って何するの、高校行って何するの。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.